1つの袋に同じ数ずつ飴が入っています。1袋に4個ずつ、それが3袋分あります。今日は同じ数のいくつ分かで数を表していきましょう。4個の3つ分と言います。それは 4×3 という掛け算の式で表します。かけるという記号はこのように1、2と書きます。4×3 の答えはどのようにして求めるのでしょうか。飴の数を1個ずつ数えてもいいですけど、4+4+4、足し算をすることができますね。計算をすると12なので、 4×3 の答えは12。飴は12個あるということがわかります。次はドーナツの数を考えていきましょう。1つのお皿に5個ずつ入っています。そのお皿が4皿あります。5個の4つ分と言います。これを掛け算の式で表すとどうなるでしょうか。5×4 になります。答えを求めるには足し算をしますよ。5+5+5+5、計算をすると20。5×4 の答えは20。ドーナツは20個あるということがわかりますね。ではプリントの掛け算1の2番の問題をやっていきましょう。バナナは何本ありますかという問題です。1房に3本ずつ、それが4房ありますよ。では動画を止めてノートに式と答えを書きましょう。書けたら動画を再生して確かめをしましょう。では確かめをしましょう。3本の4つ分なので式は 3×4 になります。足し算をするのでしたね。3+3+3+3、計算をすると12なので、 3×4 の答えは12。バナナは12本あるということがわかりますね。自分の考えと合っていましたか。次に2番の問題に進みます。折り紙は何枚ありますか。1束に5枚、こちらも5枚、2束ありますね。ノートに式と答えを書きましょう。動画を止めて書きましょう。書けたら動画を再生して確かめをしましょう。
では確かめをしましょう。5枚の2つ分なので式は 5×2 足し算をして答えを求めるのでしたよ。5+5 計算すると10なので 5×2 の答えは10。折り紙は10枚あるということが分かりましたね。自分の考えと合っていましたか？では次の問題に進みます。4cmのリボンの2つ分の長さは何センチメートルでしょうか？4cmの2つ分のことを4cmの2倍ということもできます。4cmの2つ分と4cmの2倍は同じことです。なので4cmの2倍を 4×2 の掛け算の式で表すことができます。 4×2 の答えは足し算で求めることができます。 4+4 計算すると8。 4×2 の答えは8。4cmの2倍の長さは 8cmということがわかりますね。では、4cmの3倍の長さはどうなるのでしょうか？動画を止めてノートに式と答えを書きましょう。書けたら動画を再生して確かめましょう。では、確かめをしましょう。4cmの3倍。式は 4×3。足し算で答えを求めるのでしたね。4+4+4。計算すると12。なので、4×3 の答えは12。4cmの3倍の長さは12cmでした。自分の考えと合っていましたか？今日はこれまでに学習した足し算や引き算と違う新しい計算を習いました。掛け算でしたね。同じ数のいくつ分や何倍は掛け算の式に書くことができます。そしてその答えは足し算で求めることができます。今日の学習で分かったことやできるようになったこと、気づいたことがあったらノートに後でまとめておきましょう。そして教科書の問題やプリントの問題に挑戦してみましょう。これで小学校2年生の算数を終わります。